今日厳しい試合でしたが、いかがでしたか？おっしゃる通りで、とっても厳しいゲームで、もう本当に、ミラーゲーム、首位攻防戦といった感じの緊張感のあるゲームで、どちらに転んでもおかしくなかったなと思っています。まあ、結果的に、引き分けは我々にアドバンテージがあった分、ラッキーですが、僕としても選手としてもやっぱり勝ち点3を取って、優勝にさらに近づきたかったっていうのが本音ですが、前半の彼らの、激しいプレッシャーに対して、我々はよくしのいで、我々のサッカーが、まあ、前半は半分以上、できるようになれたことはとっても良かったなと思います。ただ、最後まで予断を許さず一発あるんで、何が起こるかわからないゲームを、みんなが一体感を持って戦ってくれたことが、厳しいゲームを、まあ、引き分けで乗り越えられた要因だとは思ってます。ハーフタイムはどんな指示をされましたか？まずは一体感を持って行こうということと、攻め急がないで分厚く攻めていこうということ、後半彼らのペースが前半ほど長くは続かないということ、そのことを確認して後半の立ち上がりはもう一度しっかり集中力を持ってディフェンスから入ることを確認しました。今日は村上が出ましたが、この1週間、やっぱり彼の力は非常に安定してて、ジョーカーになれるとは思っていました。僕の方が、先発11人の選手が非常に良かったので、春秋してしまって、切るタイミングが遅くなりました。なので、出場時間が短かったんですけども、それなりに、仕事はしてくれたと思います。もう少し時間が長ければもっと違った結果が生まれたかもしれないぐらいいい出来でした。次節勝ってぜひ優勝に足がかりをつけてもらいたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそ、皆様の応援あってのものです。とにかく、絶対に優勝して昇格するという、今年の、クラブの目標、背水の陣で我々は戦っているということを肝に銘じて、大きな一番、乗り越えたいと思います。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうですか今日は？まあチームとしては負けなかったことだけは良かったかなと思います。雨の中でしたらピッチはどうでしたか？まあその影響はあんまり感じなかったですけど、はい、結構前半攻められる時間が多かったんですけど、そうですね。だけどそこでいつもあったらやられちゃうところとかを今日はチーム全体でこう協力してそこをゼロにしたっていうのが、まあ、大きかったと思いますね。でそれで後半やっぱ1点自分が取れれば、まあ、本当に良かったんですけど、そこが取れなかったっていうのは悔しいです。ピッチの中で選手たちどんな声をかけた？まあ、とにかく我慢しようと、自分たちの時間が来るまでは我慢して、まあ、いつもあった自分たちが結構主導権握ることが多いんですけど、それを今日はかなり消されてたんで、まあ、そういった時に今までやったらやられちゃうシーンっていうのがあったんですけど、そこは今日一つ、まあ、成長したんじゃないかなって思う90分間でしたね。後半は攻める場面があったんですか？そうですね、攻めてるように見えてやっぱ決定的なところは消されてましたね。うまくそこを打開、自分も含め前4人プラス村田両サイドバックで攻略していかないとやっぱ前をこじ開けていけないと思います。これから残り3節に向けて、はい、どんなふうに取り組んでいきますか？まあとにかく勝つだけなんで、そのチーム全体やっぱ一丸となるって口で言うのは本当簡単なんですけど、まあ、それを練習からピッチ内もピッチ外も本当に一つ一つになれるように、もうメンタルのところですかね。あとはコンディションと、まあ、全員が本当に優勝するんだと、全員が必ず昇格するんだっていうもう強い気持ち、今日も本当気持ちと気持ちの勝負だと思うんですよね。最後理屈じゃなくて、まあ、戦いなんで、まあ、そこで絶対に負けないっていう気持ちをグランドレベルでどんだけ見せられるか、体張れるか、まあ、投げ出せるか、もうで押し込んでいけるか、こじ開けられるかっていう、まあ、そういうところになってくると思います。サポーターの皆さん、早い優勝を望みますか？そうですね、まあ、それはもちろん早くやりたいですけど、相手も本当必死だし、まあ、自分たちも必死で、まあ、今残念ながらこれが力で、でもいい方向に向かっていると信じて、まあ、自分も主将としてしっかり引っ張っていって、まあ、ここからまた成長していいチームになって結果出したいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。無失点だったですが、どうでした？いや、まあ、1位と2位の
戦いだったんで、まあ、後ろ、まあ、キーパー含めてディフェンス陣は、まあ、ゼロでいけたらいいなと思ってました。前節負けた後の試合ということで心構えはどうだったですか？まあ、複数失点しちゃったんで、まあ、この次の試合ということで、まあ、ゼロで来たいという気持ちは強い気持ちを持ってました。今日結構シュート打たれた？まあ、押されてる感じはあったんですけど、まあ、後半まあ相手も疲れてくるかなと思ってて、前半耐えれば後半空いてくるだろうと思ってやってました。後ろからどんな指示出してました？まあ、前節ミドルシュート打たれちゃって入っちゃったんで、まあ、シュートシーンではボールに行ってもらうような球際のとこは言ってました。結構ピッチも濡れててやりにくかったと思うんですね、ボールも濡れてるし。まあ、浦安のパス回しは前半はちょっと出なかったんですけど、まあ、後半徐々に空いてきてスペースも、まあ、うまくいけたかなと思います。足節決めましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。無限の彼方へ、サウリーゾーン。